マクシミリアーノ・マクシ、ニコラス・ウルティメサは、アルゼンチン・ドサリオ出身のサッカー選手。ヒューストン・ダイナモ所属。ポジションは FW。地元クラブであるニューウェルズ・オールド・ボーイズのアカデミー出身。2011年5月14日、トルネオ・クラウス・ウラ開幕戦のラシンクラブ戦で、プロデビューを果たした。2011年10月29日のクラブオリンポ戦で、プロ初ゴールを決めた。 2013年8月16日、MLS のトロント FC に移籍。2013年9月9日、ブライトダイクとのトレードでポートランドティンバーズに移籍。2015年12月、MLS リ、エントリードラフトで FC ダラスに指名された。2018年12月、2019年の MLS、スーパードラフト一巡目指名権。 分配金7万5千ドルとのトレードでモントリオールインパクト2席。2シーズンで46試合出場9得点を記録した。2021年1月18日、アリアジュステルナとのトレードでヒューストンダイナモへ2年契約で加入した。アメリカのグリーンカードを所有しているため、MLS では国内選手扱いとなっている。ありがとうございます。